佐世保市。佐世保市は長崎県北部地方にある市。長崎県北部の中心都市で、長崎県では長崎市に次いで2番目、九州では9番目に多い人口を要する。県庁所在地ではない、被県都としては比較的大きな規模を持つ都市であり、国から中核市及び保健所政令市の指定を受けている。かつて旧海軍4軍港、横須賀、呉、佐世保、舞鶴の一つとして、鎮守府が置かれ、現代でも自衛隊や在日米軍の基地として、伝統を受け継ぐ、造船及び国防の町として知られる。また、西海国立公園に指定されている99棟や、日本最大級のテーマパークであるハウステンボスに代表される観光都市でもある。市制施行当時の市域は、旧東彼杵郡佐世保村のみで、その後の合併により、旧東彼杵郡の一部、旧北松浦郡の一部地域も市域に含む。長崎市とは離れているため、経済圏は異なる。かつて、佐世保村として隣接する平戸市や松浦市の郊外地だったが、東郷平八郎を乗せた軍艦2隻が調査のために、佐世保を訪れたことから、軍港都市としての歴史は幕開けした。世界最大の軍艦だった、弩級戦艦大和級2番艦武蔵が、長崎三菱造船所から工事のために一度だけ、佐世保に寄港したことがある。また、世界最大の軍艦に引き続き潜水艦も、佐世保と関係していて、潜水空母401潜水艦は、佐世保港廠にて製造された。終戦してから佐世保は、海上自衛隊にとってもアメリカ海軍第7。艦隊にとっても主要重要拠点軍港として発展してきた。九州地方の北西端にして、長崎県の北部、北松浦半島の付け根から、同半島の中南部までの地域を主な市域とする。位置的には、長崎市の北北西約 50km、陸路における最短距離は約 60km である。市域西側、南西部、南部で海に面しており、市域東側では佐賀県と県境を接している。また、2006年に五島列島北端の旧北松浦郡宇久町と合併したことにより、離島部にも市の範囲が広がっている。長崎市ほどではないが、市域中央部の中心市街地まで山地が迫っているため、坂の多い町並みが特徴である。市域中西部の相浦地区や南部の廃棄地区にも市街地がある。長崎市と同様に坂の多い土地柄のため、自転車の利用は少ない。年平均気温は、摂氏 17.4 度、年間降水量は 2207mm、2006年。観測史上の記録は次の通り。1年を通して気温は、概して高く、冬も対馬海流の影響で0度以下になることは、少なく曇天の日が多い。太平洋型と日本海型の中間の気候型である。梅雨の期間が長く、高温多湿で降水量も多い。梅雨から夏にかけての集中豪雨で水害が繰り返し起きている。ただし、地形の関係もあって、降水量の割に水道事情は苦しく、1994年の平成6年渇水においては、翌年にかけて約7ヶ月間に及び当時の市域のほとんど、全域において、給水制限が行われた。台風の通り道になることも多い地理条件の位置で、台風被害が多い地域である。平成期に1991年、平成3年9月の台風19号と2006年、平成18年9月の台風13号では、台風が上陸している。2010年4月時点で310の町名を設置している。旧市内の地名は、佐世保市の地名参照。それ以外の地区は、各地区のページを参照のこと。下記は、市役所の支所、行政センターを元にした区分である。2012年8月、以降行政センターは浮くのみ。現在の市中心部は、江戸時代までは一農漁村であったが、明治時代に入り海軍の鎮守府が設置され、それ以降は、海上防衛の重要地域として発展していった。戦後は、旧軍港支店管法の適用を受け、新たな方向での町づくりが進められているが、なお軍港としても重要な地位を占めており、軍民間の住み分けが課題となっている。2015年、平成27年4月26日執行選挙までは、統一地方選挙で行われている。無投票、当選者、友永則夫、1883年、明治16年に、東郷平八郎少佐が、海軍軍艦、第二堤防に、測量団を乗せて訪れ、天然の良港として、軍港を設置して以来、後の四大鎮守府の一つとなった佐世保は、戦時中にも朝鮮半島や中大陸にも近い、帝国海軍基地の軍港として、重要な拠点であった。やつでの葉のような形状と佐世保の文字から古くは、陽港と呼ばれた、佐世保の佐が、草冠、佐世保のよ、木という漢字を崩して穂、三つを組み合わせて、葉になることから、第二次世界大戦後は、陸上自衛隊、海上自衛隊の各教育隊や米軍基地が置かれた。現在でも佐世保港には自衛隊の護衛艦、米軍の艦船が見られ、街では、外国人及び制服姿の自衛官を多く見かける。国連指定港湾、アメリカ海軍佐世保基地港湾。2012年9月27日に条例が改正され、2015年4月26日執行の市、議会議員選挙から定数は36から33に変更された。マダイの漁獲量は2015年度は405トンで、国内4位となった。トラフグの養殖収穫量は2014年度は673トンで、国内2位となった。SSK の名で知られる佐世保重工業に代表される造船業を主幹産業とする。小佐々地区には食品エキス製造で国内最大手の有明ジャパンの工場がある。直線では日本最長となる4が町、3が町アーケードは古くからある商店街では珍しく、現在でも市の中心地として栄えている。平日祝日を問わずたくさんの人で賑わっており、20万人都市の中でも日本一元気な商店街と評され、全国から商店街組合が視察に訪れているほどである。また、中心街をシャッター街化させないよう様々な取り組みを行っている。地方都市としても知られており、商店街を含めた地域の活性化を図りよさこい、佐世保祭りやキラキラフェスティバルを開催するなど、その動きは各所に見受けられる。2001年に佐世保駅が航海機として新しくなり、駅及び港、クジラセフ島周辺も、フレスタ佐世保のような駅ビルやアルカス佐世保、多目的ホールができるなど、再開発が進んでいる。また、3が、町は2007年、平成19年より再開発が進められ、現在は再開発が終了しアーケードの周辺にはマンションが建っている。佐世保市の観光産業の中枢であったハウステンボスは、バブル崩壊による観光客の減少の影響を大きく受け、さらに初期の設備投資が莫大であったために、借金の完済が困難となり、2003年に、会社構成法を申請せざるを得なかったが、その後、新たなコンセプトをもとに、復活の兆しが見えている。他に、西海国立公園の九十九島、弓張岳なども重要な観光資源である。なお、九十九島は、世界で最も美しい湾クラブ、本部、フランスに、加盟認定、2018年4月20日。観光の節も参照、太字は、佐世保市に本店を置く、金融機関を表す。長崎空港へは、西小江バスの特急バスと、乗り合いジャンボタクシー、9人乗りが運行されている。佐賀空港へ直通する、公共交通機関はない。このほか、福岡空港には高速バス、佐世保号の一部便が停車している。長崎空港への特急バスと所要時間や運賃に、大差がないことから、航空便数や運賃で有利な場合が多い、福岡空港を利用する市民観光客も多い。博多、福岡市までの特急は、緑が毎時1本運行されている。同列車は、廃棄にて、ハウステンボスと連結する場合もある。県庁所在地である、長崎市へは、大村線経由の快速、シーサイドライナーが運行されている。かつて2000年代前半に長崎との連絡特急、シーボルトが運行されていたが、現在はこのシーサイドライナーに変わっている。かつては東京や関西とを結ぶ夜行列車として、1999年11月まで寝台特急、桜が、2000年3月まで寝台特急、暁が、いずれも長崎編成に併結される形で運行されていたが、暁の佐世保編成廃止を最後に、本州へ直通する定期列車は全廃され、2013年現在、佐世保市内に発着する列車はすべて九州内のみの運行となっている。1927年から佐世保市交通局、佐世保市営バスが市内を運行していたが、2019年3月23日に廃止され、廃止時の残存路線は、西小江自動車、佐世保バスにそれぞれ譲渡された。OK タクシー、旧ユニオンタクシー、キングタクシー、国際タクシー、佐世保タクシー、ブルーキャブ、佐世保観光タクシー、シルバータクシー、城山タクシー、神話タクシー、西部タクシー、セブンタクシー、三甲第一交通、佐世保営業所、旧烏帽子タクシー、天神タクシー、天満タクシー、元町タクシー、ラッキー自動車。黒曜石産地でもあることから、小規模な旧石器時代の遺跡が多数発見されている。特に重要視され、国や県レベルの重要な史跡として認知されているものに、世界最古の土器が出土した潜伏児洞窟、遺物による生活推定の探求を日本で初めて実施した岩下洞穴、採石器の製造法の変年基準となった福井洞窟が挙げられる。鹿町地区には、史跡墓が集中する大野大史跡墓群がある。弥生時代の史跡としては、相浦川の下流から川口域にかけての平野部において、国道バイパス工事や高速道路建設に伴い、四短大遺跡と門前遺跡が相次いで発見されている。また離島の高島では、原始時代の海上交易を物語る宮の本遺跡が発見されている。古墳時代の史跡としては、南部の宮地区、廃棄地区、工場地区で、石棺に土盛りをかぶせた、小規模、質素な古墳が4カ所発見されている。最大の鬼塚古墳でも、直径15メートル程度である。近くの手穂上古墳は、墳丘が破壊されて石棺が露出したもの。三島山古墳は洞窟痕があるが、後に多数の石棺が追加され、墓所の中心として機能した。松ヶ崎古墳は発掘調査が行われておらず、今後の研究が待たれる。中世の史跡はあまり残されていない。メガネ岩の磨崖仏は空海が刻んだとする伝説があるが、実際には江戸時代の作品とされる。お箸観音と複石、観音の本尊は行基の作という伝説があるが、行基が佐世保に来た史実はない。他、市内各地で、末法思想の頃に流行した経塚がいくつか発見されている。また、西日本各地の石材で作られた仏塔も俵が、浦半島などで確認されている。戦国時代、市内には多くの城が築かれた。有力な土豪の居城としては、遠藤氏の美宗城、宇都宮氏の連林館、針尾氏の古代城などが挙げられる。松浦等に属した領主の城としては、久氏の居城の時期、国城、宗家松浦氏の居城の部辺城、太地安城、飯森城などがあり、特に平戸松浦氏と北松浦半島周辺の発見をめぐって激しい争いを繰り広げた家、松浦氏の城は整備や発掘が比較的進んでいる。また、宗家松浦氏を下した後の平戸松浦氏による支配の時期に、大村住忠の北上に備えるために、松浦重信が築城させた井手平勢、広田城は、実際に、両者の戦場となり、多数の戦跡、伝説が残されている。なお、市内の城は、江戸幕府が定めた一国一城令によりすべて、廃城とされた。近世の遺産は、比較的多い。平戸大間は、多くの区間で、生活道路となっており、廃棄地区の石畳や鍵型町割、脇崎一律家の記念碑や、左石の伝説、藩主の旧泊に使われた江迎本陣跡など、現在も随所で往時を忍ぶことができる。また幕末に異国船が多数訪れるようになったため、佐世保でも高後先に高後先船番所が設置された。農業の分野では、相浦川流域では、ため池灌漑による棚田の整備、相浦川、佐世保川、日、宇川の河口や廃棄瀬戸沿岸では、干拓事業が推進された。前者の例としては、合尾谷池、後者の例としては、大型新田が大規模なものである。特に、大型新田の築堤や水門は竣工当時のものが、現在も用いられている。また三河内焼初期の工房だった葦野、本窯跡なども当時の遺構である。当時の武士の暮らし向きを伝える史跡としては、郡代役所の生垣や、楠本葉山旧宅がある。明治時代に、佐世保鎮守府が築かれ、海軍の町として栄えた、佐世保だけに、海軍や、関連産業に関与した近代海産が多数存在する。は個人。ロケーションのみが行われた作品も含む。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。